KLM シティホッパー433便墜落事故とは、1994年4月4日12時46分頃オランダ・アムステルダム発イギリス・カーディフ行き、KLM シティホッパー433便が、緊急着陸中に、アムステルダムスキポール空港滑走路横に墜落した、航空事故である。当該機は午後12時19分に、アムステルダムスキポール空港を離陸したが、 11分後の午後12時30分に、第2エンジンの油圧低下を示す警報が動作した。操縦を担当していた機長は、当該エンジンのスロットルを絞りアイドル状態とし、緊急時マニュアルに従いチェックを行った結果、通常通りの飛行が可能との結論を得た。それにもかかわらず、第2エンジンの出力を上げることをせず、アイドル状態のままにしていた。12時34分頃には、 スキポール空港に戻ることを決め、降下を始めた。スキポール空港06滑走路への最終侵入において、機体が滑走路中心から右に外れ、修正が困難だと判断した機長は、高度90フィートでゴーアラウンドを決心し、エンジンをフルスロットルにした。しかしこの際にフルスロットルにしたのは、第一エンジンのみで、第二エンジンはアイドルのままであった。 このことで左右のエンジンの水力に大きなアンバランスを生じ、右にロール色紙を上げ失速し、回復できないまま80度のバンク状態で滑走路脇の地面に衝突した。乗員乗客24名の内機長と乗客2名の合計3名が死亡し、9名が重傷を負った。1995年10月に発表された。 オランダ航空安全委員会による事故報告書によれば、直接の事故原因は左右エンジンのアンバランス状態におけるゴーアラウンド時の機長の操縦が不適切だったためとされた。また、これに至る過程においていくつかの事実が指摘された。緊急時マニュアルでは、エンジン油圧低下の警報灯が点灯しても、その時の油圧軽視自治を読み取り、 30プシー以上あればそのまま通常の飛行を続けると記されていた。実際には油圧を読み取る前に機長がスロットル操作でアイドルにしてしまっていたが、そのアイドル状態でも油圧軽手自治は50プシーであった。したがって当該機は当初の目的地まで飛行しても差し支えなかった。だがなぜかクルーラはスキポール空港に戻るという判断を行った。 飛行を継続するかしないかの判断は一に機長が行うものであり、緊急事マニュアルに従わなくてはならないものではない。しかし、機長は戻るという判断が正しかったかどうかを疑問に思っていた可能性があることが CVR に記録されたその後のコックピット内の会話の分析から指摘されている。また、会話の中には、 スキポールに戻らなくてはならない明確な理由があると推定できるような要素は確認できない。なお、事故後の調査で警報は油圧センサーの内部ショートによるものでエンジン自体には何だ問題がなかったことが判明している。常実のように第2エンジンは出力を上げても問題はない、あるいは少なくとも一度は出力を上げることを試してみるべき状況だったが、 墜落するまでずっとアイドル状態であった。これに関しても、どうして一度も出力を上げようとしなかったを明確に示すような会話は記録されていない。報告書では、もしクルーラに、この第二エンジンの出力を上げることを躊躇させる、何らかの深刻な理由があったとしたら、アイドル状態ではなくむしろエンジンを停止させていた、はずであると述べられている。 スキポールへの降下の最中にブリーフィングが行われたが、これの内容も、変エンジン不作動状態ではなく、通常の両エンジン作動時のもので、各スレッシュホールドにおける、速度等のパラメータも通常時のそれが読み上げられている。また、CVR の会話には、基調及び副操縦士の両方ともが、第二エンジンを停止して、プロペラをフェザリングするよりもアイドルにしたままの方が、 良いという、誤った解釈をしていたと推定できる部分がある。従って、そのような状態で着陸しようとしたら、どんなことが起こるのかも理解していなかったことになる。さらに、スキポール管制等は着陸する滑走路として06と 01R の二つを提示し、機長は前者を選択した。だが、この06滑走路は、事故当時若干の追い風状態だった。通常であれば、 問題になるほどの風速ではなかったが、片発、アイドル状態では一層操縦が難しい状況となった。エンジンを停止して、プロペラをフェザリング状態にするのと、単にアイドリング状態にして回転させておくのでは、飛行中に発生する効力には大きな差がある。前者の方が、はるかに効力が小さいので、 特別な事情がない限り緊急着陸ではフェザリングを行うべきであった。機長及び副操縦士がこのことを理解していたのかどうかは疑わしい。現にアプローチ中に関西塔からのプロペラはフェザーになっているかの問いに対して機長はアイドル状態だと答えており、その後もこのことについて疑問を持ったり考慮を行った形跡は CVR 記録上存在しない。 いずれにしても、左右のエンジンのアンバランスにより最終侵入において、滑走路に機体を整体させることが困難な状態となり、その後のゴーアラウンド軌道で第一エンジンをフルスロットルにしたためアンバランスがより顕著になった。ありがとうございます。